ゴールデンウィークの天気をお伝えします。期間前半後半で天気が変わりそうです。まずは西日本からです。西日本は5月1日までは晴れるところが多いですが、2日以降は曇りや雨のぐずついた天気が続きます。期間前半の日差しを有効活用してください。続いて東日本から北日本です。こちらも期間前半までは晴れる日が続きますが、3日以降は曇りや雨の日が続きます。札幌は寒気の影響を受けて期間広い範囲で雨となりますので、こちらはもし用事がある場合は傘をお持ちください。晴れた日は気温が上昇し、夏日となるところも多くなるため、熱中症対策なども行ってください。